ジュリアナ・ハットフィールドは、アメリカ合衆国のミュージシャン、シンガーソングライター。大学在学中にロックバンド、ブレイク・ベイビーズのメンバーとしてデビューし、現在はソロで活動する。1967年、メイン州のウィスカセットに生まれる。ハットフィールドの父フィリップは放射線科の医師であり、ベトナム戦争時に空軍の軍医を務めた経歴もある。 ボストン郊外の町ダックスベリーで二人の兄弟と共に育ち、10代前半から音楽に目覚める。ハットフィールドは高校卒業後にボストン大学に進学し、その後は名門バークリー音楽大学に編入し、ピアノを専攻した。1986年、大学在学中にジョン・ピース・トロームとフリーダ・ボナーと出会い、ブレイク・ベイビーズを結成し、ハットフィールドは ボーカルとベース、ギターやピアノを担当した。バンドは、ノースカロライナ州のインディーズレーベルであるマンモスレコードと契約、1987年にファーストアルバム、ナイスリー、ナイスリーでデビューし、カレッジラジオを中心に支持を集め、アメリカやヨーロッパでツアーを行った。バンドは、その後2枚のアルバムをリリースし、初期のパンキッシュな曲調から初期、REM や、 ニール・ヤングから影響を受けたメロディアスなギター・ポップにシフトしていった。1991年にバンドは解散した。ブレイク・ベイビーズ解散後の1991年、ハット・フィールドはレモン・ヘッツに加入しバンドの5枚目のアルバム、It's a a m About レイのレコーディングに参加。ベースとコーラスを担当し、92-93年の間に行われたツアーにも参加した。 ハットフィールドは同時期にソロ活動も開始しており、1992年3月にソロデビューアルバム Hey Babe をリリースした。アルバムは1992年にリリースされたインディーズアルバムで最も売れたアルバムの一つとなった。この頃ドラマーにトッド・フィリップス、ベーシストにディーン・フィッシャーを募り、ジュリアのハットフィールド3を結成する。 1993年にファーストアルバム Become for What You Are をリリース。アルバムの楽曲はラジオで頻繁に取り上げられるようになり、中でも収録曲 My Sister はモダンロックトラックスチャートで1位を獲得するなど、彼女にとって最大のヒット曲の一つとなる。1994年にバンドは解散。百九十五年三月にセカンドソロアルバムオンリー・エブリシング』を アトランティックレコードよりリリース。よりヘビでアップテンポな作風となり、ハットフィールドも本作についてボリュームとディストーションを大きくしてすごく楽しかったと語っている。1997年にも3枚目となるはずだったアルバムゴッツフットをリリース予定だったが、ところ属レーベルとの確出によって未発表となる。メジャーレーベルの契約上の義務から解放されるため、 インディーズレーベルバーのにより EP Please Do Not Disturb をリリース。また、ゴッズフットの長期に及ぶセッションの反発から6日間でレコーディングしたサードアルバムベッドを1998年8月にリリースした。2000年の4枚目のアルバム Beautiful Creature は自身のキャリアで最も称賛されたアルバムの一つとなった。 同年に3人編成で制作された5枚目のアルバム、ジュリアーナ・エスポニー・トータルシステム・フェイラーをリリース。2001年に、新バンドである、サムガールズを結成し、ソロ活動と並行して活動。2002年には、自身初のベストアルバム、ゴールドスターズ1992-20002、ザ・ジュリアーナ・ハットフィールドコレクションを発表した。2004年発表の6枚目のアルバム、 イン n e グザイルでは、エンジニアに、ピンクや、アブリル・ラビーンのスタッフらが参加し、コマーシャルな音楽性を獲得。自主レーベルであるイオールドからリリースした2005年の7枚目のアルバム、Made in China は、前作の反発からより生々しく、ダークなサウンドを展開した。同年に、彼女の10代からの憧れである X とツアーを、行った。2008年に3年ぶり8枚目のアルバム、 ハウツーウォークアウェイをリリースし、好意的なレビューに迎えられた。2010年2月に作曲、演奏、プロダクション、エンジニアリングやミキシングをすべて自身の手で行った9枚目のアルバム、ピースラブを発表。12月にレモンヘッツのイヴァン・ダンドと共に、ニューヨークで2回アコースティックライブを開き、チケットは、ソールドアウトと好評だったため、翌年1月まで、 アコースティックツアーを行った。2011年8月に10枚目のアルバム、The e s Always Another Girl を発表し、ダウンロード版は自身の誕生日である7月27日に利用可能となった。2012年8月にセリフタイトルのカバーアルバム、ジュリアーナ・ハットフィールドをリリース。ザ・フー、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバル、レッド・ツェッペリンなどのカバー曲を収録した。 2013年9月に12枚目のアルバム、ワイルドアニマルズをリリース。ピースラブに続く自主制作アルバムとなった。同年10月には、サイドプロジェクトであるマイナーアルプスのファーストアルバム、Get There を発表。2014年には、ジュリアナ・ハットフィールド3を再結成させ、2015年2月に20年半ぶりの、セカンドアルバム、Howard Ever, My Love を発表した。 ありがとうございます。